案の一つ、三保松原につながる静岡市の道路では、景観を保全するため、電線を撤去する工事が始まりました。これまで道路上を横断する電線が、富士山の眺望の妨げとなっていました。静岡市は131本の電線を追加するなどして、来年度中に撤去すると。